そちらです。せいやです。うん。もう。昇格。おねえの。おねえの牛。はい。日改めてたけど。はい。おねえの牛。おねえ牛です。ちょっとどれにすんの？おねえ牛。おねえ牛。おねえの牛。ね、まあ松坂牛松坂牛とも言うやん。ええわ。なんでもねえ。おねえ牛。まあおねえの牛。どっちもええらしいな。うん。物知らず神経衰弱。なんだこれは。2列に並んだカードを使って神経衰弱してもらいます。はい、はい、1つの列には芸人の名前、もう1列は本のタイトルが書いています。うわー、なるほど、面白そう。1枚ずつめくって芸人の名前と本のタイトルのカードを見て、行くか行かないかを宣言。行くか行かない。行くを宣言して作者が合っていればカードを手に入れることができ、さらに連続でカードをめくります。ほんほんほん。行くを宣言して失敗した場合、相手は1回多くチャレンジできます。ほん。行かないを宣言した場合、カードを裏向けて相手のターン。なるほど。おだから芸人が出してる本を知ってれば強いってことね。うん、そうやな。あ、だから当てに、その当てずっぽうで外してしまうと相手が得するよってことですか。2連続できる。なるほど、わかりました。オッケー。これ芸人の本か。いや、わかるんじゃん。でもまあ芸人やしな。うん、じゃあ先行後攻。最初グッジャンケンホイ。まあ先行か。いきます。1列目、こっちね。こっちが芸人。じゃあもう、いきなりやけど。あ、いや、ややこしいとこ行こうかな。いやいや、一応最初はな、端っこ行きます。覚えとかなあかんってことだな。西川きよしか。きよし師匠の本むず。あ、これでもいい企画ちゃう。宣伝にもなるし、もらおうや、きよし師匠からなんぼか。出た人な。いただきます。ほんで俺どうしたらいいの。下の下めくる。じゃあもう真下めくるで。もうしょうがないな、これは。最初はもう答えっていう本で、行くって宣言したらこれが合ってるって宣言したと。うん、あ、なるほど、いうことね。行かない。はい、はいはい、まあまあ自信もないし。はい、なるほど。今の合ってたかもしれんってことな、奇跡的にな。はい、しばらくはでもちょっとわからんな。わからん。真剣衰弱と一緒にいきます。あ、西野さん。あ、これはいけるよ。あ、キングコング西野。おう、革命のファンファーレじゃん。俺にもありがとう、ヒントがあるけど。あ、そうか、言ったか。あ、でも違う本かもしれんか。革命のファンファーレっていう本出してんねん、あの人。めっちゃおもろいやん。あり地獄。いや違うわ、これ行かない。いらない。あかん、やばい。喋ってたら一応分からんようになる。ここ言います。千原浩二。何も言わんとこ。千原浩二ジュニアさん。あ、ジュニアさん。ジュニア、あ、改名前の。改名前に本出してるってことかな。小さなことからコツコツと。やった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 。やった。いかない。絶対キヨッシュや。マジか。オッケー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 。キヨッシュ。キヨッシュ。これな。おい。下手くそやなこいつ。ずれた。夢と金。ずれた。夢と金。行く。行かない。キヨッシュ金あるからもう。はい、清師匠。行かれた。小さなことからコツコツと。行く。行かれた。さあ、じゃあ。あ、ずれた、行こう。じゃあ、もうここ行きなさい。東野幸二。はあ？やっぱいろんな人本出してるね。いや、知らんな。やってやるって。行かない。やってやるって。行きません。ちょっと90年代のニュースするな。やってやるって。やってやるって。うわー、結構いろんな場所忘れたな。いや、まあ、まだ勝負に出んでいいか。またよしさん。またよしな。ああ、この素晴らしき世界。はあ、もうええって。行かない。ああ、多分ちゃうよな。わからん。哲夫。あ、哲夫さんやん。
哲夫さんの本なんか当時もらったぞ。俺も覚えてるタイトル。マジ？やった、あ、ちゃうわ、やってやるってちゃうわ、いかないって。あれ合うてるかもしれんけどな。いや、こんなんじゃなかったな。劇団ひとりさん。劇団ひとり、どこやめくれてない、分からんなってきた。あー、また夢とかねでも分からん。夢とかね、いや、行かない。これやばい、でももう行かんとな。板倉。板倉さん、インパルスの板倉さん。板倉なんて言うんやろな。板倉さんの下の名前初めて見た。人間。でも行かな、終わらんもんな。行く。まあまあまあ、オッケー、2連続。まあな、もう俺はこうなったら本のタイトルから開けるよ。ええのそれ。え、マジ？おお、ほんま揺れるな。こうじゃ、こういう本から行く。青天の霹靂は、えらい切って、誰やこれ。何や、生きて、生きてな、このタイトルかな。これはね、この人やったと思うね。うわぁ、誰めくりたい。よかった。行かない。行かない。じゃあもう一回、もう一回、青天の霹靂、うん、オッケー。劇団ひとりさん行く。オッケー。すごいね、すごい、ね、記憶に残ってます。で、せいやさんもう一回できる。もう一回できる。おお、いけんぞこれ。ここ入ってないか。入ってたね。千原さん。ジュニアさん、いや、これやったような気すんけどな。アリ地獄？うん、ジュニアさんアリ地獄。え、マジ？ああ、間違えた。俺じゃあ2回いける。いや、もう火花探すよ、それはもう。確かにな。ちょっと待って、どれ開けた？これ開けてないか、意外に。答え。答え。ああ、ジュニアや。大喜利好きやろ。なあ。千原浩二、答え行く。わあ。嬉しい。答え、ジュニアさん。答えやろ。答えやろうやもん。銀色の青、どっちやねん。鉄を。ああ。え、官能小説やろ。行く。うわ、行かれる。よっしゃー。いや、これはナイスやな。まだあと2回いけます。まだ、あ、そうかそうか、やばいやばい、これめくられるぞ。やってやるって。これ誰、邦子さんじゃんこれ。やってやるって山田邦子さんっぽい。邦ちゃんじゃん。ちょっと、あ、剣道小林。おお、行く。うわこれ剣小林さん。やってやるって意外やな。やってやるって、あ、夢とかね。もう行くよ。全部行かれる。東野幸治やろ、これ。東野幸治、行く。あぶねえ。あと1回。あと1回行ける。言いかけた、危な。え、俺も全部分かってるよ。板倉。じゃ、板倉じゃないってことやな、夢とかね。板倉で人間、行く。あぶなあ。あ、おい、なんか、あー、そうやな。東野さん、こんなんしか場所見てないな。何アホすぎる。何狙いアホすぎる。言わない。え、又吉くんのもんどれや。これか。あ、よかった。アリ地獄行く。東野。あー違うじゃん。なんやねん。じゃあどうしますか。2回です。お、2回できる。お、じゃあ行った。この素晴らしき世界、東野幸治、行く。はい。うわー、行かれた。あと、もう行かれるわこれ。分からん。人間が、ま、又吉直樹で人間。アリ地獄が板倉や。行く。うわで、夢とかね、西…うぃ。うぇとか言うの。夢とかね、西野くん。えぇ、俺の勝ち。お前、青天の霹靂だけ。ひとりさん、
ほんまに一人や。よろしくー。ありがとうございました。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。